金が落ちてたらどうする？あ、俺はそういう時はね、絶対交番に届けるんですよ。さすがだね。あ、財布だ。よし、交番に届けよう。ちょっと待つな。え、本当にそれでいいのかい？大丈夫です。この財布は交番に届けます。その財布よく見てみな。え、これはトゲトゲがたくさんついた趣味の悪い財布だ。本当だ、人が殺せそうだ。ということは、その財布の持ち主は？財布の持ち主は日焼けをしていて柄の悪い男。つまり悪いことをしてお金を儲けている。さあどうする？よし、コンビニで 4,5 円使って帰ろう。取ってんじゃねえかよ。おい、あ、絶対交番届けて言ったよね。あ、そう、もう一回やらせて。もう一回な。はい。あ、財布だ。よし、交番に届けよう。ちょっと待ちな。その財布、よーく見るな。大丈夫です。この財布は普通の財布です。いや、中身をよく見てみろ。中身？これは？ルノアールの領収書が大量に入っているな。本当だ。つまり、その財布の持ち主は、ルノアールで、変な勧誘をしている。あとはお前次第だ。よし、チャリで来たけどタクシーで帰ろう。取ってんじゃねえかよ。盗むよ、ダメだよお前。もう一回な。あ、財布だ。よし、交番に届けよう。その財布よーく見てみな。そういうか、こいつ誰だ。この財布の情報だけ言うやつ。ちょっとこいつどこ行って。あ、財布だ。よし、交番に届けよう。え、ちょっとさ、おい、どけ。この辺で財布落としたと思うんだよな。おい、お前、この辺で財布なかったか。いや、ちょっと見てないっす。そうか。まあいいや。あ、また新しい財布、あ、同じ買ってもらおう。よし、入ろう。よし、区民税を早めに払おう。取ってんじゃねえかよ。心配なるわ。ご苦労様です。3回も全部取ってさ。あ、もうちょっとお財布拾わないわ。そうしな。どうも、ありがとうございました。